入口泉川丘駅は大阪府堺市南区築場第1町1番1号にある仙北高速鉄道仙北高速鉄道線の駅。駅番号は SB03。仙北ニュータウン泉川丘地区に位置し仙北高速鉄道線のうち乗降客数が最も多い駅である。駅周辺には高島や仙北店が入居するパンジョやジョイパーク線が丘といった。 ショッピングセンターが立地している。なお、宿命などの表記では、泉が丘が多用されるが、駅名の正式な表記は、泉が丘である。当駅南すべての列車が各駅に停車するが、南馬駅有料特急。千木ライナーは当駅を発車すると、天下座や駅まで停車しない。2018年11月2日、爆破予告される事件が起きた。発表によると午後1時頃、 仙北高速鉄道の泉川丘駅にホームに爆弾を仕掛けたなどという爆破予告の電話があったとのこと。この爆破予告を受け、安全確認のため、中本津駅泉中央駅間の上下線で運転を見合わせ、駅中施設も午後4時頃まで臨時休業となった。当駅に大勢の警察官らが駆けつけ、不審物や爆発物の捜索をした。しかし、 爆弾と思われるものは見つからなかった。不審物や爆発物が見つかっていないことなどから、爆破予告は何者かのいたずらの可能性が高いと見られている。大阪府警は威力業務妨害の疑いも視野に操作した。島式ホーム一面2線の京城駅。改札口は1箇所のみ。完全、バリアフリー化が施行されている。2004年12月から、 耐震補強工事とコンコースの改良工事を行っていたが2006年5月に竣工した。2016年12月からは駅全体のリニューアル工事が開始され、2018年春に完成した。改装の際にかつて中本寄りにあった階段は撤去され、一応、泉中央寄りに移動し新設した。以前は駅改札内で託児施設、 プリスクールのキッズワールド線が、岡が開園していた。2018年度の1日平均乗降人員は4万810人で、ある。この数字は、中本駅を除く仙北高速鉄道の駅では、第1位である。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。路線バス、編集、南海バス南側バスロータリー南側ロータリー、エアポートリムジンバス、 河内長野、泉ヶ丘線を除き、仙北営業所担当。北川ロータリー乗り場1の境東、泉ヶ丘線、乗り場4の東山、泉ヶ丘線は、東山営業所担当。乗り場4の仙北孔明池地区線は、孔明池営業所担当。他は、仙北営業所、担当2 1 7 c 系統では深夜バスが、 運行されていたが2020年4月1日ダイヤ改正にて、廃止された。堺市、乗り合いタクシーや高高速バス。編集和歌山バス。成田空港交通シニア急行バス。編集南海バス。大阪府立大型児童館ビッグバン。大阪府堺市南区茶山台1-9-1。高島屋仙北店大阪府堺市南区茶山台1。1-3-1仙北高速鉄道。 仙北高速鉄道線区間急行、準急、各駅停車、深井駅泉川駅津が、三北駅、ありがとうございます。